ようこそ、平安時代へ。よく来てくれました。さて、今日は何か用ですか魅力的な物語を書くには、どうすればよいですかなるほど。よくわかりました。その質問、私が答えましょう。まず、はじめに、私の自己紹介と、源氏物語の内容について。 簡単にお話ししましょう。私は、漢学者である藤原のため時を父に持ち、幼い頃から感学や和歌の勉強をしていました。私が現氏物語を書き始めたきっかけは、最愛の夫の病死が関係しています。絶望の淵にあった私は、心の支えを求め、物語を創作することに没頭し、気持ちを消化させていたのかもしれません。 源氏物語は、私が生涯をかけて書き上げた作品で、世界最古の長編小説とされ、おおよそ100万文字の物語です。全54巻からなり、3部構成の物語となっています。第1部は、主人公である光源氏の華麗なる恋愛編歴を描き、第2部では、栄光から転落する光源氏の苦悩や老いを描き、 最後の第3部では、光源氏の死後の子供や孫たちの恋愛や人間模様を描いています。では、ご質問の魅力的な物語を作り上げるためにはどうすればよいかお答えしましょう。大切なことは5つあります。まず、一つ目に、叙情的で詩的な言葉を使い、魅力的な表現を使用することです。 人間は誰しも喜怒哀楽の感情を持っています。読者の感情にうまく響くような言葉を使用し、登場人物の仕草や表情などの非言語的な手段も用いながら魅力的な表現に努めることです。私は源氏物語で約800種もの和歌を盛り込み、私的で魅力的な言葉を使うように心がけていました。次に、 二つ目は複雑な人間関係を織り込むことです。源氏物語の登場人物は500人にも上りますが、私は一人一人の年齢や性別、性格などの個性を掘り下げ、丁寧に描くように努めていました。複雑な人間関係の中の苦痛や葛藤に対して、登場人物がどう感じ、どう行動するかをうまく描き上げることが大切なのです。 次に、三つ目は、風景や季節を描写することです。物語の登場人物の感情や心情と、その人物を取り巻く風景や季節とを、うまく照らし合わせながら、描写することが大切です。源氏物語の三十九巻の実りでは、光源氏の最愛の妻である、紫の上が描写する場面を描いています。秋風に、しばし止まらぬ、 つゆのよう、誰か、草葉の上とのみみん。この意味は、人の一生も、つゆのように、無常という風に吹かれて儚く消えていく。という意味を表しています。次に、四つ目は、光と影を描くことです。人生には、必ず、浮き沈み、幸と不幸があります。何をやってもうまくいく時期もあれば、 発砲塞がりの時期もあります。源氏物語では、貴族社会の華やかさや栄光、美しさや優雅さなどの光の側面を描く一方で、人間の嫉妬や権力争い、苦悩や悲哀などの影の側面も描いています。物語は人生を描くものであり、光と影をうまく描写することが大切なのです。最後に、 五つ目は、登場人物の変化や成長を描きつつ、世の中の無常さを表現することです。源氏物語では、光源氏やその子孫たちの人生の変化や成長を描いており、最終的に光る氏たちは、悟りの境地を求めて、世俗から離れ、出家します。物語の創作では、四季の移り変わりを描きつつ、儚い恋や死別など、 世の中の無常さを表現し、登場人物の生き様をしっかり描いていくことが大切です。以上です。どうでしたか魅力的な物語を作り上げるためのきっかけがつかめましたかまた、相談事があれば、いつでも私、紫式部を頼ってください。